こんにちは。はい、おはようございます。おはようございます。はい、前回の安倍さんの国葬問題の解説も非常に好評でして、はい、ありがとうございます。私が言った通りになってますでしょ。なりましたね。はい、国葬はやっぱりもう進められると。なんちゃって国葬である。なんちゃって国葬で。国葬儀である。うん。なるほどですね。2.5 億円ということが出てきましたけど、うん、2.5 億円で終わる。いや、嘘です。あ、嘘ですか。終わらないっていう話もよく聞いたり、どれぐらい、もうオリンピックの時が例えとしてよく出るんですけど、はい、結構膨れ上がるものなんですか。まあ膨れ上がるでしょうね。あの鹿児島県警からも警備の人たちが出て行かれるでしょうしね。なるほど。あの、まあ、その方たちの宿泊費、うん、食料費、日当、うん、交通費、うん、まあ、大変な、まあ、大変な金額に、ね、はい、なるんじゃないかなというふうには思いますけどね。安倍さんが亡くなられた後、うん、一瞬もう喪に服そうと、うん、選挙もやめて、喪に服そうっていう流れでかわいそうだねっていうのがあって、うん、で旧統一教会、今日解説いただく統一教会の問題が出てきたら、うんうん、またやっぱりこう、もうあいつは悪者だったというようなこう、いや、悪者だったというよりですね、やっぱりあの政治というのは全ての国民に影響を及ぼす、関わるもので、あるからこそ、うん、その安倍政権あるいは憲政史上最長のね、うんうん、政権であったという、その安倍政権の本質とは何だったのかということを、うん、あの国民全員で共有しないと、うん、そのテレビドラマの中の出来事ではないので、うん、みんなの生活に関わる、うん、ことなのでですね、そこはしっかり検証していきましょうねということだというふうに思いますけどね。なるほどですね。はいはい、安倍さんも悪気があってやってたわけじゃないんですよ。なるほど。そこら辺のことをちょっとお伺いしたいなと思って、はい、うん、今日は旧統一教会問題と、うん、いうことで、うん、ご解説いただきたいんですけど、うん、もうなんか森かけ桜統一教会と、うん、いうようなぐらいのこう問題になってるような気がするんですけど、うんうんうん、そもそもどういった問題なんですかね。まああの、まあ、統一教会という、まあ、宗教教団は宗教法人法上の、まあ、認証を受けている宗教法人であると、うん、いうことが一つ、うん、まず押さえておかなければならない、うん、ただしかし、宗教法人法の認証を受けていずとも宗教活動というのはできるわけですね、うん、宗教というのは、うん、信じることを信じて、まあ、布教活動なり信者獲得なりと信じる人が集まれば、それは宗教活動、宗教団体であるというふうには言えるわけですよね、うん、じゃあ宗教団体と宗教法人法上の認証を受けている宗教、うん、法人との違いは何なのかというと、うん、税金がかかりません。聞いたことがあります。お賽銭も何か税金引かれるわけじゃなくて、税金かかりません。はい、そうです、うん。そこが一番決定的に大きいわけですね。なるほど。で、統一教会の布教方法っていうのは、うん、身分を隠して、うん、近づいて、うん、何回も何回も、うん、まあなんて言うんでしょうね、お話をした上で、うん、ある程度友達になってから、うん、あ、実は宗教統一教会なんですけどねっていうふうに、うんうん、もう逃げられなくなってから言うわけですね、うん、そこまではずっと身分を隠すと、うん、この布教方法は最高裁で、うん、違法な、うん、布教活動であるというふうに認定されているんです、うん、なるほど。それは旧統一教会が、負けた、裁判で負けた。そうです。なるほど。違法な布教方法であるというふうに最高裁で認定をされているので、うん、まあ、その時点においてですね、あの行政はこの宗教法人に対して何らかの手を打たなければならなかったということになるわけですけれども、しかしその手が打たれてこなかった、その背景にはですね、政治の力があったのではないか
というふうに、まあ、言われているということで、うんまあ、あの統一教会というのはもうあのその成り立ちからしてですね、うんまあ、韓国でできて、うん、それが日本に入ってきて日本に入ってくるときに、安倍、晋三先生の おじい様である岸信介さんに大変世話になったと、うん、で岸信介さんも統一教会に、お世話になったと、まあ、そういう関係から始まるわけですね、うん、で、まあ、その教義上韓国はいい国だと、うん、日本は悪い国だと、うん、したがって日本は人々はお金を韓国に貢がなければならないのだというのがそもそもこの統一教会の教えなので、だからあの日本人信者はしこたまお金取られるわけですね。家庭が崩壊する、家庭が崩壊してもなおかつ借金までさせられると、そこまでして献金を強要される、あるいは壺を買わされる、経典を買わされるというところがもう大変な問題だねということで一時期大変問題になったわけですけれども、それもまあおそらく政治の力で抑え込まれた。それはすなわちあの統一教会が日本に入ってくるときに、岸信介さんのお家の隣に統一教会の本部があったと。でまあ晋三さんはおじいちゃん家によく行ってたでしょうから、まあそういう様子も、もう子供の頃からよく知ってたということだと思うんですよね。で、その、まあ、だから、要約して言うと統一教会と自民党のある一部の人々との関係というのは切っても切り離せない裏と表の関係でずっと続いてきたと。そしてさまざまな会合等に出席をする、祝電を送る、等によってですね、有名な政治家たちが統一教会さんの広告塔の役目を、果たしてきたと。だから統一教会の側もですね、献金を集めることを、まあ、強引に進めてくることができたと、行政が手を出せなかったと、まあ、そういう関係にあるのではないかというふうに思いますね、なるほどですね、日本に入ってきた時に、その岸信介さんが、まあ、手引きしたわけですね、手引きしたと、はい、ということは、はい、いつぐらいの話なんですかね、それはですね正確に言わなきゃいけないと思うんで、はい、これ私の友達が書いた、はい、論文なんですけども、統一教会と自民党の関係史というですね、旧とついてないってことはそれぐらい前にも書かれていた、はい、そう、あ、いやいや、最近書いたんですけど、1954年に、文鮮明が世界キリスト統一神霊教会を創立したと、1955年に自民党が結成されたと、で1955年に自民党は結成、そして統一教会が日本に入ってくるのが1958年ですね。なるほど、はい、じゃあ韓国で1954年に発足したと。そうです、で8年に入ってきたと、うん、まあ時期的に見たらなんか関係してそうな感じではありますね。まあ関係してたわけですよ ね、だって岸さんが日本に入ってくるのに手引きをしているわけですから。なるほど、いろいろなことが絡み合っているので、まあ、紐解きながら解説をしないといけないなと思うんですが、まあ、感情的には、そのなんでこう日本のことをサタンとか悪く言ってる、宗教を日本で入れて、でお金がこっちあっちに流れるような仕組みになっているんだということとかはあるんですけど、そこはどうなんですかね、なんでそんなの信じるんだと言ってしまえばそれまでではあると思うんです、まあ、それ信じる人たちは日本国民でこういてしまったわけですよね、まあ、その人たち の考えをどうこう言うっていうのは多分できないのかなと思って、でも布教方法は違法ですからね。布教方法は違法と、
あの信教の自由を害しているというふうに最高裁で認定されてるんですよ。布教方法は自由ダメなんですが、うん、その日本がダメだよと、だからお金を、使うことがいいんだよとか、うん、そういう教えというのは、うん、信教の自由でもう守られないといけないところではあります。だから私たち統一教会ですと、うん、最初から名乗ってね、うん、日本は悪い国なんですよ、うんうん、だから韓国に、家を売ってまで献金しなければダメなんですと、うんうん、最初から言って、いやそうだねと、うんうん、いうふうに、その入信する人がいるとすればね、うん、それはいいと思います。なるほど、それは考え方の自由だとそうです、うん、なるほどですね、はい、だけども身分を隠し、最初は教義を隠し、聖書のことを勉強しませんかみたいな、あるいは人生のことを勉強しませんかみたいなことで、その人の心の中に入り込んで逃れられなくしてからやるというのは、それは信教の自由を逆に害しますよということが最高裁で言われている。川内が言ってるんじゃない、なるほど、最高裁が言ってるんです。なるほどですね、はい、ということは、まあ、シンプルにやっぱり最初は考えたいんですけど、うん、そういうツボを売ったりとか、うん、そういう騙してするっていうのが詐欺だよと、うん、その刑法に引っかかるよと、うんうん、おいうことで取り締まりましょう、うん、それでちゃんちゃん終わりとはいかない、いかないですね。宗教団体、宗教法人としてやってることなので、うんうん、だから宗教法人法に絡む、すなわち、うんうん、税金取られるか取られないかってめちゃめちゃ大きな話じゃないですか。そうですよね、はあ、うん、税金取られない、うん、法人になってるということです。しかも宗教法人というのはそれこそ信教の自由でいろいろなことが守られるので、うんうん、情報も出す、なかなか出にくくなるしですね、うんうん、そういうさまざまな宗教と政治というのは、まあ、ナイーブな問題ですから、うんうん、結局宗教と行政とか宗教と政治とかね、ナイーブな問題ですから、なかなか触れなくなるというところでですね、悪辣な裁判所が違法と認定するようなことがさまざま行われてきたというのがですね、今日までの経緯で、そこと自民党の一部の人々、岸さんの流れ、そして岸さんの流れの直系は安倍晋三さん、だからさまざまな式典に、祝電を送ったりメッセージを送ったり、していらっしゃった安倍晋三さん、広告塔であったと。だからその統一教会に恨みを抱く山上さんに、あってはならないことだけども、うん、逆恨みをされてしまったということではないかというふうに思うんですよね。だけども、本件を契機としてやっぱり統一教会と自民党との関係、あるいは自民党の所属する政治家との関係、これは国会議員だけではなくて地方議員も含めてね、いまだに開き直ってる人いっぱいいるじゃないですか。何が悪いんですかみたいな、います。うん、今言ったら叩かれそうだから、みんなもすいませんでした関係断ちますって言ってるように思ってたんですけど、いや言ってないです。言ってない地方議員もいるんですね。はい、でも、もう一番トップの岸田さんか、うん、岸田さんがもう関係を自民党として断ちますというようなの、なんか強い口調で言われたり、ね、決意を示されて、はい、統一教会のことを問題のある、うん、社会的に問題のある団体と、うん、いうふうに内閣総理大臣として認定をされたのでですね、そこは一定線引きが今後行われるのではないかというふうに思いますが、その社会的に問題のある団体とは何かということについては、うん、旧統一教会としか言っていなくて、旧統一教会はさまざまな活動を行うのにいろんな団体を作ってますから、なるほど、そことの団体のつながりはどうなるんですかとかですね、うん、そこについてはまだ
あの確たるあの政府としての方針あるいは内閣としての方針が示されておらないということもありますんでね、今後あの注視していかなければならないというふうには思いますが、いずれにせよこの被害弁護団の、あのよくあのマスコミに出てらっしゃる紀藤先生とかね、山口先生とか、あの山口先生っていうのはあのラサールの出身なんですよ。あ、そうなんですか。はい、年齢的には向こうが上ですけどもね、あの駿河銀行の問題などを一緒に仕事をさせていただいたんですけども、で紀藤さんっていうのはあの著作権法に詳しいので、あの著作権のことなんかで一緒に仕事をさせていただいて、お二人とも私あの親しくさせていただいている弁護士の先生なんですけどもね、あのまあそういう意味ではこの被害弁護団に届け出られた、あるいは消費者庁に届け出られた被害金額だけでも、1000億円を超えると。だからあの届け出られていない、被害というのはもう一体どのくらいになるんだろうというふうに、思うんですよね。でそれらのお金が、まあ、アメリカのその、ニューヨークタイムズだったか、アメリカにも4000億円以上送金されているというふうに、日本から巻き上げたお金がですよ、4000億円以上送金されているというふうに、報道されていますし、実際にそのアメリカの統一教会の幹部だった方の証言では、一度メッセージを出すとアメリカの政治家に対しては1億3000万円、お礼を払ってましたというようなことも言われているし、まあ、とにかく日本で違法に、集められたお金で、まあ、世界の政治家たちを籠絡していたというのが、まあ、統一教会の実態で、はないかということが、まあ、今言われていると。いうことですよね。はい、ということはまあ個別に見ると、うん、今回の岸田さんの強い、もう認定しますと、社会的問題あると認定しますと言ったからには、じゃあ社会的問題あるということは旧統一教会は、宗教法人格を取って、うん、で、法税金的な優遇もないっていう法人にするのか、もう解体するのかっていうことまでいかないといけないよっていう。私はそう思いますね。うん、だって内閣総理大臣が社会的に問題のある団体であるというふうに、あの国民に向けて記者会見でですね、あの自民党の議員たちの会合でね、いや岸田さんがこう言ったらしいぜっていう話じゃないわけですから、記者会見で社会的に問題のある団体、というふうに、認定をしたということは、宗教法人法上の宗教法人としての、認証をですね、認めるのか認めないのか、解散命令を出すのか出さないのかで、そして、解散命令が出たとしてもですね、統一教会が真に、自分たちの教義を信じる団体としてですね、活動することはできるんですよ。税法上の優遇がなくなりますというだけの話ですから、しかも布教方法などについてもですね、あの最高裁に、認定されているような布教方法ではなくて、もう最初からいや日本からお金取るんですと、それが我々の団体ですと、で、ああそうだねという人がいるのであれば、それ活動していけるわけですから、ではそれをするべきだと、それができることだとは思われますか、岸田さんとしては。いや、あの岸田さんとしては会見であそこまでおっしゃったわけですから、それしなきゃ、あの結局また嘘ついたじゃんっていう話ですよね。というのも、もう安倍さんの時からおじいさんの代から、もう自民党がこうズブズブであったとするのであれば、向こう側もう相当なこうなんか弱みというか持ってるわけですよね。持ってると思います。ということは今回そういうふうに強く出てしまうと、もう本当に大変なことが出されるんじゃないかと。一部はなんか旧統一教会側も反論を始めたみたいな。そうですね。っていうような話も聞いてたりして、はい、
いやそれ出されたら困るよっていうようなネタがあるのであれば、うん、まあ、そこまで突っ込んではこうできないのかなとか。いやだからあの国民の皆さんの議論っていうのが大事で、うん、あの偉い人たちだけに任せておくとですね、うん、あの偉い人は付き合いも広いし、うん、いろんなことがあるのでですね、結局あの人間って生きてる上で弱みない人いないじゃないですか。ないですね、うんうん、みんなあのそれぞれ、いろんな経験、人生を積み重ねてくるわけで、そういう意味では統一教会とね、いやもうちょっとあのこれ言えませんわっていうような関係を持ってる議員っていうのは、うん、あの自民党の中には結構いると思いますよ、うん、もう本当にお世話になったんだからと、うん、人たちがいると思うんですよ、うん、だけどそれは自分ではなかなか言えないから、だからこそねきちんと第三者委員会なりを設置して調査をして、うん、その上でねどうするのっていうことを検討していかないと、結局何が問題かっていうと統一教会ってのは外国団体ですからね、うん、そもそも、うん、外国団体に日本の政治が干渉されていると、うん、しかも岸さんとか安倍さんの流れっていうのは日本は強くあらねばならないと、うん、いうことを一生懸命言ってきた人たちでしょ、うん、その人たちが、ね、外国団体でありそして日本から金を吸い上げてた団体と仲良くしてきたと、裏でねつながってたというのはですね、これはちょっとあの国民的にも理解できないので、僕は安倍さんもですね、今まであの統一教会との関わりについては内心これでいいのかなと思ってたけど、うん、ガルミに出てよかったなと、これでちゃんとしてねというふうに思ってんじゃないかなと思うんですよね、うん、なるほどですね、うん、これはやはりこの入ってきた経緯的に考えても、うん、もう自民党だけの問題なんですかね。要は他の政党とは仲良くはしてなかった。いや他の政党も関係あるでしょ。だって関係あるんですか。うちの党もだって祝電送ってる人いたし。あ、そうなんですか。はい、それは当然あの関係ある人いると思いますよ。だから川内さんは僕は全然なかったですか。そういうでもあのアプローチありました。いやそれもないですね。あ、それもなかったですね、はいはい、あのいや なぜかなら鹿児島 あの統一教会は自民党とすごくあ、そうなんですか。鹿児島にもあります。だって安岡先生の先代のね、うん、安岡先生の法務大臣時代の秘書官はあの信者さんですから。あ、そうなんですか、はい、なんか事務所ってありますか鹿児島に。あるんじゃないかなと思います。だって旧農水省の事務所が今統一教会になってるとかね。あ、そうニュース出てたじゃないですか。いやすいません知らなかった。そうなんですね。はい、でまあじゃあ自民党がやっぱり経緯上多いけれども、うん、自民党だけじゃないよと。いやだって政治を支配しようと思えば、うん、あの与野党ともに支配すると、うん、いうことになるわけじゃないですか、うん、やっぱりあのちゃんと保険をかけると。だからそういう意味で統一教会ってすごいんですよ。そんな甘くないんですよ、うん、そうなんですね。賢いんですね。いやめちゃめちゃ賢いんですよ。というか私たち国民としては、うん、一般人としては、うん、今回で統一教会がこうフューチャーされるのは2回目だと思うんですよ。いや2回目ですね、はい、1回目は桜田淳子さんで、はいはい、合同結婚式。そうです、はい、私ちょっと世代が違うので桜田淳子さんはどれぐらいすごいかよく分かってないんですけど、うん、結構すごい方なんですか。いやもう我々のアイドルです。アイドルなんですか。ああ山口桃子さんぐらいの。桃江さんです。あ、桃江さんか、はいはい、桃江さんぐらいのね。いやだから山口桃江、はい、桜田淳子、森まさ子、この三人娘があの初代三人娘ですから。あ、そうなんですか。っていうとちょっと僕らよりちょっと上の世代怒るかもしれないですけど。なるほどね、はい、あ、じゃあそれぐらいすごい方がっていうニュースで、うん、問題になって、うん、でもその時は、うん、我々一般人じゃなければ、うん、政治にもこう触手伸ばしてるよというのは、うん、もう政治家としては周知の事実だったんですか。
いやそれはね、うすうすは知ってるわけですね。我々は今回初めて知ったわけですよ、うん、桜田淳子さんの時もそこまでなんか政治とっていう話はならなかった、ね、いやだけどですね、私もそのここまでズブズブだとは、うん、ここまで浸透しているととは思わなかったいうことはちょっと、うん、想像できなかったですね、うん、というのは例えば私のね中学高校時代の同級生が、うん、非常に仲良かったやつが東大行って、うん、その後原理研入ってね、うん、最後自殺するんですけど、うん、まあ、原理研というのは統一教会ですね。なるほど、原理研究所。そうですね、うんうんうん、自殺するんですけど、だからそういう意味で統一教会って恐ろしい、ちょっと自分的には距離を置かなければならない団体だなというふうには思ってはいたわけですけれども、政治にここまで浸透しているというのは、その自分の身の回りでそういうことがないとわからないですから。報道も合同結婚式の時はものすごい出たけれども、それから以降報道がほとんどなかったじゃないですか。だから報道も抑えられてるっていう話なんですよ。おお、それは政治的に抑えられてたわけですね。多分。なるほど。いろんな被害の実態とかですね。だって内閣総理大臣が式典にメッセージを送ったと。いうのはニュースじゃないですか。そこら辺はあるのかなと思ったりもしますけどね。いやいや、だけど統一教会がの関連団体が主催する韓国でのメッセージに、うん、韓国での式典に内閣総理大臣が、うん、メッセージを送りましたと。そして、総裁を尊敬していると発言しましたというのは、これはニュースですよ。それを報道しないわけですから、うん、なるほど。まあでも何ですかね、政治家ってそういったところありますよね。例えば選挙後の期間中、選挙事務所っていうのをしたら、もう大きくこう門戸を開いて、そこにどういった素性の方が来ても基本的にはここで線引きって今後はしないといけないという流れになるのかもしれないんですけど、まあ、基本的にそんなことできなくないですか。わからないです。わかんないですね。どんな人が、変な人が来たとしても、うん、それはそこで門前払いじゃなくて、応援してくれるんだったらありがとうございますというのはちょっと難しいところかなと思うんですよね、はい、だから、祝電出してと、あそこに票があると分かればまあ、やっちゃうのも、いやだからそういう、そういう軽い話じゃない、はい、統一教会っていうのはね、だからそこを見誤ってたらダメなんですよ。なるほど。要するに日本人で大変な被害を受けてきた人たちがいると、おそらく兆の単位だと思いますよ、お金取られてるのは、はい、で家庭が壊され、人生がめちゃめちゃにされ、内閣総理大臣が殺害されたんですからね、憲政史上最長の、そのぐらいの事件になってしまっていることに関して、いやだって応援してくれる人はみんないい人だから、それは仕方がないですよとかね言って、じゃあ今まで通りねっていうことにするんですか。いやそうなってほしくないなと思うんですよ。でしょ。いやだからどうするのかということについては、うん、被害の実態に、きちんと焦点を当てる、そして政治とその団体との、社会的に問題のある団体とのつながりをきちんと国民の前に明らかにすると、そして国民的議論にしなければ、なりませんねということなんですよ、何が正解かは分かんないですよ、何が正解かは分からないけど、とにかくみんなで考えないと、外国団体に政治が
左右されるということは、これはあってはならないことなので、うん、国の主権が脅かされてきたっていうことですよ、うん、そこに関して言うと、うん、外国団体のに牛耳られちゃいけないよ、牛耳られるのはいけないですが、うん、キリスト教だって海外の外国の団体だと、うん、こういうところで言うと、まあ、そこに関してはやっぱりこっちで、うん、布教活動するだからね、うん、そういう話じゃないんじゃないと何か言ってるじゃないですかあの犯罪行為があったんだよ、そうです、そうです、まあ、犯罪とまで言えるかどうかはね、うんうん、あのそれは別にして、うんうん、あの少なくとも布教の方法が、うん、違法であると、うん、布教の方法が信教の自由を犯していると、うん、最高裁で認定をされている団体なのだということなんですよ、うん、それが日本人から金巻き上げて、うん、アメリカに送り、自分たちで使い、そして多分日本の政界にもばらまかれていたというふうに思いますよ。だからそういうふうにして、あの政治を牛耳ろうとしている団体、とどう社会が向き合うのかということについてはよくよく考えなきゃいけないし、その、政治と宗教の問題、政教分離の問題というのにですね、よくよくあの私たちはせっかくの機会ですから議論をしていかなければならないのではないかなというふうに思うということですね。じゃあその政教分離という言葉が出たので、うん、政教分離という言葉で言うと、うんうん、出てくるのが公明党さんの例が最近出てくることもあると思うんですよ。基本的にはこう政教分離ってどういうことなんですか。分けないといけないということなんですか。だとしたら分かれてないのが実態ですよね、うん、幸福の科学もありますよねとかっていろいろ出てくると思うんですけど、うん、そもそも分けないと、だから宗教団体は宗教団体で自分たちの思いを政治に反映をさせたい、うん、あるいはさせようというふうに思うのは当然のことですよね、うん、何回も繰り返しますけども、その宗教団体が国のその宗教法人法というですね、庇護のもとに、やりたい放題やって、人々を不幸にしていると、そういう団体とのつながりというのは一線を画していかなければならないと思うし、あの政教分離原則というのはその内閣総理大臣が、行政が、例えばあのこれあのちょっともうこれまた言うとですね、ネット上に攻撃されるんで言いたくないですけど、いいじゃないですか、今だから言えることですよ浪人中の今だから何でも言いましょういやいや、あのこれ僕が言ったんじゃないですか、ね、分かりました川内博が言ったんじゃなくて、はい、政府が設置した、はい、審議会が内閣総理大臣、うん、外務大臣、うん、防衛大臣、うん、官房長官が靖国神社等に、あるいは他の神社でもそうですよ、うん、正式参拝をすることは政教分離原則に違反すると、うん、いうふうに政府の審議会が言ってるわけですね。だから全ての内閣総理大臣は私人の立場で参拝しましたっていうわけです。そこまでつながってくるんだな。そう、政教分離原則っていうのは政治が宗教と一線を置かなければなりませんよと、うん、特に権力権限を持っている行政官の立場にある政治家はそのことに注意を払わなければなりませんよということであって、あの政治と宗教は何でも分離しなきゃいけないんだっていうことではないんです。だからだからね、議論っていうのはもう本当に厳密にしていかないと、ね、世の中がおかしなことになっちゃうんですよね。なるほど、まあ、私はクリスチャンだけど、政治家としてはするわけじゃないですよと、うん、それはもう詩人と
法人で分かれてたらいいよと。まあそういうことです、はい、特に行政の立場にある人はそうですね、うん、政治家としてね。なるほどですね、はい。まあ、この問題っていうのは、もう広げればどんどん広がって、分かりづらくなっていくと思うんですが、まあ、少なくとも国葬問題もしかり、うん、今回の問題もしかりで、うん、ちょっと納得いかないのが、うん、この国葬問題を機に、うん、今後の国葬はこの基準に達したら国葬にしようだとか、うん、そういう基準ができればいいんですけど、うん、結局今回のやり方だと、次回また国葬問題で揉めそうな、線引きが特にされないまま、いや線引きされてますよ、されてるんです、ね、国葬っていうのは天皇陛下しかないんです、そもそも、うん、で今回の件に関して言うと、うん、だこう統一国、旧統一教会の問題が解決すればいいのか、うん、だと、まあ、今後似たような事例が出た時にどう対応するかっていうところまではなんかすっきりしないなという気が、いや、ね、私はねすっきりしてると思って、うん、なるほど。じゃあもう今回旧統一教会というのは、うん、もうこれはもう違法を犯してるわけだから、法律を犯してるわけだから、うん、これはもう解体するか、もうそこは、法人格を、うん、宗教法人格を、なくすと、うん、いうことをすれば、まあ、一応ちっちゃい問題まだ出てくる、過去の問題は出てくるにせよ、うん、一旦この問題は解決するんじゃないかと。いや解決するかどうかは分からないですよ、うん、だってしかもね、その、宗教法人法上の宗教法人格っていうものを云々するというのは、やっぱり厳密に議論して、決定していかなければならないことでしょうから、うんうん、で法人格がなくなったとしても宗教団体としての活動をですね、うん、継続されるとすればさらに違法性はね強まってしまうのかもしれないし、うん、そこはね非常に微妙な問題があると思うんです。だからみんなが真剣に考えないといけないことなのではないかと、うん、民主主義ってのは結論が大事なんじゃなくて、うん、みんなが考えることが大事だと思うんですよ。なるほどね。みんなが考えることが大事で、国葬もこの前も申し上げた通り、葬儀というのは葬儀の名前が誰が参加するかということを象徴するので、うん、国葬っていうと国民全員が参加する葬儀になってしまうのでね、うん、それは日本国憲法上国民統合の象徴であるというふうに言われている、陛下しか国葬はないんですよ。だから内閣葬としてね、いや行政としてこの総理大臣は功績があったので内閣葬にしますと、かかるお金はどっちも似たようなもんですよ、うんうん、で内閣葬だって国を挙げての葬儀なんですよ、うん、だって内閣葬なんだから、うん、国を代表してるのは内閣なのでね、うん、だからその言葉の使い方を厳密にしていかないと、かつて日本が間違ったみたいになっちゃうんですよ、うんうん、はい、そこをねみんなで私は考えるべきなんじゃないかなというふうに思いますけどね、うんうん、人格を取られて、うん、で普通に宗教団体として存在すると、うん、いうことで、その中で日本はサタンの国ですよ、韓国にお金を送りましょうということを言って、うん、それでも信者になる人が信者にしたあるんだったら、はい、もうそこは信教の自由だからだ、それはもう仕方ないということですよね。それを逆に弾圧するのが、弾圧というかそこに違法があればですよ、うんうん、勧誘の方法とか、うんうん、そこに何か法律上の違法があればですね、そこはまた規制されるということになりますけどね、はい、まあ、でもそこをこの考え方危ないとかって言って国がこう考え方についても言っていくというのは、それはまたそれが逆に考え方はさまざまな考え方があるから、考え方自体がダメだということは絶対言えないです。それこそ民主主義として良くないし、はい、過去そういったこともあったし、はい、
だってまあその中間地点にあるのが、フランスでこう反セクト法という、カルトを取り締まる法律があるよとか、そこっていうとちょっと考え方にも一歩踏み込んで、チェックリストがあって、これはカルトになる可能性があるがダメですよと、国もそこ法律で取り締まると、まあ、そういったちょっと厳しめにするっていうのも一つあるのかなと、まあ、あのそういう議論もね、まあ、当然なされていいと思いますけどね。最後に、そもそも宗教法人はなぜ税金がかからないのかっていう素朴な疑問、それはやっぱり普通の法人と同じように、企業と同じように税金を払う、でもお布施もらってもいいよと、それがなんかフェアな気はするんですけど、やっぱダメなんですかね。私はその方がいいと思いますけどね。ですよね。だからそういうことも合わせてですね、せっかくの機会だから国民的に議論すれば良いのではないかというふうに私は思いますけどね。だから信教の自由はどんなことがあっても守られなければなりませんよと。他方で、宗教法人法上ですね、さまざまに庇護されている宗教法人について、その経理の在り方とか財政の在り方とか、あるいは税金の支払いの仕方とかですね、内部的な書類の開示とかですね、それらはせっかくの機会だからしっかり議論して、じゃあ他の法人と同じように税金取りましょうとまでいかなくてもね、しっかり会計を公開してもらって、何パーセントは国庫に納めてねみたいな、議論があってもいいかもしれないですよね。そうですね。はい、まあ経緯としては昔はこう貧しく、布教活動をして、一銭にもならなくてもお金のためじゃないということでこうしてた、お坊さんだとか、そういったのをちょっと支援するために、守るために税金はちょっと勘弁させてあげようと、こういう経緯で始まったと、でも今となってはこうお寺の隣に幼稚園あったりとか、こうサイドビジネスが上手な宗教法人もあるし、そんなにこう貧しそうに頑張ってるとこういうわけじゃない時勢になったら、まあ、そこら辺の優遇も見直していいのかもしれない、ね、そうですね。どういうふうに税をかけていくのかということについてはさまざまな議論があっていいというふうに思うんですけれども、少なくとも本物の宗教家としてね、本物の宗教人として我が身を顧みずですね、人々の救済に当たっている人についてはそれはみんなで応援しようねと、いうことはあってもいいかもしれないけれども、宗教法人の殻をかぶってね、しこたま儲けてますわと、今回の統一教会みたいな、そしてしこたま儲けて政治を支配しようとしてましたと、いうような団体に関してはね、どうするのかってことはもう徹底的に議論しないと、この際ですからね。確かにですね、はい、なるほど、よく分かりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。